どうも皆さん、こんにちは。ワンダーバルーン、手札全部捨てて外役龍です。さあ今日はですね、新パックのカードをまた使っていくんですけども、新パックなんかクソデッキしかできないんだけど、なんかさ、この今回の新パックマジでちょっと強すぎて過去最強と噂されてるから、あのランドオブタイタンズと春レベルで最強って言われてるんで、ちょマジクソデッキしかできないんですよ今日はね。ほんまにクソデッキですけど、不意打ちマタザ殿、マタザ殿わかります？これね、簡単に言うと強い版のハヤブサの騎士、強い版のハヤブサの騎士。このカードは一度のバトルフェーズ中に2回攻撃できますよ。このカードはフィールド上に表が表示存在する限りコントロールを変更できないですよっていう効果なんですよ。単純ですよね。これちょっとね、まあ先に言っとくとね、これなんかすげえ死のマジックボックス最強やんと思ったけど、なんか元々もう打てねえらしいわ。なんかってウィキに書いてあった。で、マッタザとの何をしたいかっていうと、この2回攻撃できるから、簡単に言うと4000しかないデュエルリンクスって、まあ、神ゲーなんで4000しかないからすげえスピードデュエルできるんですよ。なマタザ殿がいるとほんと不意打ちできるから今日はもうね、2ターン目で過去最速ワンキルしてやろうかなと思って、不意打ちマタザ召喚して、シールつけて直接攻撃できるようにして、300になるでしょ、打点が1000下がるから。で、一気加成して1500上がって1800にして、でスキルのアタックチャージっていう、まあ、ターン数かけるなんか100打点増やすみたいなスキルあるから、これで200増やして2000で2回攻撃してやろうっていう、そういううんこ以下のデッキを作ってきました。で、攻撃力が、まあ、いっぱいめっちゃ上がれば2回攻撃するっていうのも強いんで、まあ、一応この魔導士の力とか、デーモンとかも入ってます。あのね、たまにあるんですよね、たまに魔導士の力とか息かせがかぶってなんか4000とか5000になってワンキ、2回攻撃してワンキルするっていうパターンもあるんで、直接攻撃ができないパターンね。でもっていう感じができる。あとまあバックきついんで、どう考えても。なんでまあ挨拶していくっていう、挨拶して、まあ挨拶第二の挨拶みたいなのもあるんだけど、バトルフェーズに挨拶するかメインフェーズに挨拶するかどっちかみたいな感じですね。で、不意打ちマタザ殿をあの特殊召喚できるんで、キラートマトっていう、トマトからバタザ殿出てくるっていうパターンですね。ギミック的には、はい、そんな感じです。特に説明しなくても分かると思うんですけども、早速デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。いやー、うんこデッキやなー、これ本当にうんこデッキ、史上稀に見るうんこデッキですね本当に。スピードデュエルオツみたいなデッキなんで、でもね、新パックマジでこういうデッキしかできないんだよな。カードのセットオッケー、カードのセットオッケー。あ、マタザ殿最強だ、マタザ殿最強だ、マタザ殿。これ多分解雇なんかなんだよな、解雇なんかなんだよな。これさ、マタザ殿にさ、ワンチャンボール持ってなかったら俺勝ちじゃない、これ。これワンチャンボール持ってなかったら勝てるのではって話あるんだ、これね。こうしてこれでガチの不意打ちいきまーす、ガチの不意打ちいきまーす。あ、ボールライ、いやマタザ殿スピードデュエルアクセラレーション。さあ、お相手の方、イザヨイアキ選手、かっこ、髪型ぶっ飛び女、よろしくお願いします、デル先輩。これ、反動は結構強いので、まあ、あとは、マタザ殿をなんかうまいこと出せれば、まあ、勝ちかな、みたいな感じはあるんですけど、どうでしょうか。マタザ殿来た、マタザ殿来た。ちょっとですね、一回セットモンスターと伏せカードがある場合は様子を見ます、一回。一旦ね。ああ、なるほど。知らぬいか。知らぬい、なるほど。知らぬい。オッケーオッケーオッケー。まあ、多分死にはしないと思うんだよな、これ。死にはしないと思う。これ、度胸したところで意味ないもんね。これ、死にはしないから大丈夫で。あと、マタザ殿がいるから、ですね、ちょっと難しいですけど、まあ、一回これで、はい、オッケー。で、それ殴られて、で、キラートマトの効果によって、マタザ殿が特殊召喚されていく。さあ、来ました。不意打ち、マタザ殿が、不意に登場。不意打ち、マタザ。さあ、あと挨拶して、あと挨拶すればいいから、あと挨拶ができるかどうか。最強カード来た。おはようございます。おはようございます。よし、おはようございます。おはようございます。で、マタザ殿召喚して、
シールつけていく、シールをしっかりとつけていく。一気火星を発動、一気火星を発動で、スキル発動、アタックチャージで、魔導士の力はこっちにつけばいいか、こっちつけて足りないのもいいや、バトルフェーズ、はいはい、対戦ありがとうございました。またザドの杖、環境トップデッキやこれ。さあお相手の方、採用タクマ選手よろしくお願いします。03倍タクマッチか、タクマッチちょっとカウンタートラップがマジでめんどくさいから、あの挨拶ができるかどうかって話あるんだよ、ね、マジで挨拶ゲー、遊戯王デュエルリンクスは挨拶ゲー、あのコインで赤出して挨拶するゲームなんで、デュエルリンクスっていうのは皆さん知ってましたか。遊戯王デュエルリンクスっていうのは、コインでまず赤いカード、赤いカードを出して、あこれはまあ黄色しか出ないんだけど、赤いカードを出して、赤いコイン出して、であの挨拶をしてれば勝ちっていうゲームなんで、面白そうでしょ。面白いんですよこのゲーム、なんて言ったってスピードデュエルですからね、スピードデュエルですから、駆け引きもクソもありませんからこのゲーム、このゲームっていうか俺がやってることは。あミスジャッジは強い、ジャッジメントデスノは強い、ジャッジメントデスノは強いな。一回ちょっとマタザでの召喚師なんかあるか確認して、何もない、確認して何もない。デーモンの王の召喚して、テーモ、あ召喚じゃねえや、発動してミスジャッジで止められる、あとテンパランスがあるか、あ止められない、なるほど止められない、はいはい、無効にして破壊はしないからってね。でシールをつけて、またザドノがダイレクトアタックできるようになった。一気火星発動を戦後が上げる、でスキル発動する必要がない、ダイレクトアタックが2回通って、対戦ありがとうございました。クソすぎんだろこのゲーム。さあお相手の方、女王のうんちくん、女王のうんちくんじゃないですか、女王のうんちくんじゃないですか、久しぶりですね。城之内、お前かわいいな。似てねー。ケンコバさんの声出せないの。お、出ました。出ました、六部衆。出ました、六部衆。あれ風磨、はぁ、あ。ま、団結の力。団結、誰ですか、ヤリザ、ヤリザ殿じゃないですか、ヤリザ殿じゃないですか、ヤリザ殿、ヤリザ殿、天下分け目の戦いってやつですか、これこれ戦国時代突入ってやつですか、これやばいな、これちょっと待ってくれ、これどうすればいいんだ、これ殴ってくんなやつだ、これ殴ってくんなやつやから、一気火星して戦火が上がると2900になる、2900になる、でセットこれでも破壊される場合、川に破壊するっていう効果はついていると。なるほどですね。なるほどですね。なるほど。これ殴る。殴ると、ヤリザ殿の効果で、風魔が破壊されて、風魔の効果でなんかやばいやつ出てくると。あ、なるほどですね。なるほどですね。これは、くしくも、ヤリザ殿の VS。マタザ殿、いやマタザ殿出てないんだけど、マタザ殿出させてこちらにも。